問い目と命を集めて作られてしまった体は終わった命を蒸し返す機械だし、これは彼の昔のお話、人一人は涙を流してまた会いたいとつぶやいた。ハリボテの街の終末事件は昨日時点で予想通りグダグダすぎて、その時点でも諦めた方がいいでしょう。次の二人は街の隙間でそんな水色の夢見てた。携帯外れの車線の先で小さな体はまた飛び散った。泣き叫ぶ少女を目覚めない、僕は見ていた。両親は進み出すのをやめて世界もろともくらみ出そうとする。この夢は終わらない。君と夢と死体を合わせてただただ考えてく頭、この世界はどうやら少しヤバいらしい。これは彼と彼女のお話、作られてしまった心ではもう言葉も届かない。枯れる太陽の音、むせる天から目、夏は停止と世間に弾き出されたような、セミの声がもう鳴り響き始めても、ゆらゆら揺れる透ける体じゃ伸ばした手も届かなくて、期待外れの視界の先で病人はふざけて立ち止まって、踏み潰される未来を反対車線で見ていた。機械仕掛けの世界を抜けてこの葉の地で未来の風景と日の目で笑う日差しはどこかに消えて、8月は何度でも過ぎ去って、また来年だねと笑い合う、そんな未来なら。期待外れの世界の隙間、予報外れの雨が降ってきた、その時にその時に